22日、赤金ミュージアムの多目的ホールで、太鼓の魅力を探ると題した講演会が行われました。今回講演会を行ったのは、石川県白山市の株式会社浅野太鼓楽器店代表取締役社長、浅野康夫さん。普段はなかなか聞くことができない浅野さんの貴重な話を聞こうと、会場には200人近い人が集まりました。浅野太鼓は創業400年の歴史を持つ老舗で、慶長14年、西暦1609年から和太鼓の製作を続けています。新居浜太鼓祭りや西条祭りなど祭礼には欠かせない鳴り物、太鼓。浅野さんによると、祭りが盛んな四国は太鼓の需要が高い一方、それに応えるお店や職人が少なく、遠く石川県の浅野太鼓で注文する自治会や団体も多いといいます。地域ごとに求められる音が違うため、実際にそのお祭りを見て、時には参加してニーズに合った太鼓を作るという浅野さん。太鼓の種類や歴史、叩き方のコツなど、さまざまな話を通して太鼓の魅力を語りました。握って叩く人もいるんですけども、力はさほど入れなくて大丈夫です。また実際に太鼓に革を張る時の工程を実演する場面もあり、訪れた人たちは熱心に浅野さんの話を聞いていました。講演会の最後にはじゃんけん大会による飾り太鼓のプレゼントも行われ、会場は盛り上がりを見せていました。じゃんけん。